当期ブータン共産党、マルクス・レーニン、毛沢東主義派は、近年、ブータンで結成された、非合法政党。ネパールのブータン難民で構成され、主にネパールの国連難民キャンプで、新、民主主義革命と呼び、ブータンの国主制と安畜国王の打倒を目指している。党の実態についてはあまり知られていないが、規模は小さく、 ビカルパという人物が総書記として発表されており、ネパール内戦からインスピレーションを受けていると見られる。最初のプレスリリースが、ネパール共産党、もう卓党主義派のウェブサイトを介して掲載された。このプレスリリースは、ウラジーミル・レーニンの誕生日にあたる2003年4月22日に、日付がついていたので、大体、この頃に結成されたと推測されている。 党は、湿気ミサチオンのプロセスを開始した、君主制を非難して、強硬な反インド路線を取った。ビカルパは、総書記だったが、2008年1月に、非協力的で、地方自治主義かつ、日和民主義的として党から追放されたと報じられた。党には、軍事部門、トラ部隊がある。農民兄弟の要求は、国連難民キャンプで見つかったパンフレットの一つで、 10項目にわたって要求が記されている。ブータン政府は自主民主主義を宣伝し、人民の権利と自由を保障しなくてはならない。ブータン政府は尊厳と名誉を持って、すべての市民を本国に送還しなくてはならない。ブータン政府は自決権の原則を受け入れて、これを保障しなくてはならない。人民のための土地の原則で、 土地を貧しい農民と土地のない農民に与えなくてはならない。ブータン政府は150ニュルタムの最低賃金を修正する必要がある。また、今後の大災害、健康保険の保護のための緊急基金を保障しなくてはならない。女性にすべての基本的権利を保障しなくてはならない。ブータン政府は無料の教育と雇用を保障する必要がある。 民主主義及び雇用に関心を向けた教育を保障しなくてはならない。すべての厳格な法律を廃止して民主的な法律や憲法に再構築する。国内への自由な旅行を保障しなくてはならない。ありがとうございます。